女子 5000m A 決勝です。パナソニックの渡辺菜々美が欠場となりまして、30名がエントリーされていましたが29名で争うことになりました。大会記録は15分3秒84となっております。出場選手はスタート後に紹介します。スタートしました。女子 5000m A 決勝です。29名の選手たちが一斉にスタートしていきます。この A 決勝の中には大学生が4名出場しています。日本体育大学の山崎理沙、そして名城大学の谷本七瀬、城西大学の金子小春、そして東京農業大学の高田萌、こういった大学生も4名出場しているという中で、やはりまずは京セラのアグネス・ムカリが先頭、赤いユニフォームに黒い帽子をかぶっていますが、最初の 200m は36秒7秒あたりで通過をしていきました。29名がこの A 決勝に出場しています。京セラのアグネス・ムカリがやはり先頭集団を引っ張るような形でバックストレートに入っていきました。21歳というまだ若い選手なんですが、自己ベストは14分51秒35と、この A 決勝の中では唯一14分台を持っている選手です。倉敷高校出身です。そして前から4人目あたり、今緑色のユニフォーム、これが三井住友海上の樺沢和佳奈です。日本勢トップの自己ベストを持っています。自己ベストは15分18秒。最初の 400m は71秒でいきました。最初の 400m は71秒で通過をしていきました。前から4人目、緑色のユニフォームが樺沢和佳奈です。三井住友海上、そして岩谷産業の川村楓の姿もあります。日本勢最初トップの自己ベストを持っているのが樺沢和佳奈です。そして名城大学谷本七瀬の姿もありました。そして最高峰は7番、世界陸上北京代表の西村霞です。シスメックスですが、先頭集団の最高峰、水色のユニフォーム、今インコース側を走っています。これが世界陸上北京代表西村霞です。自己ベストは15分20秒20というタイムを持っています。日本選手権でも2014年と2015年に 1万メートル で連覇を達成した経験があります。 A 決勝の中では4番目の記録を持っている選手が最高峰から追いかけているという状況です。女子 5000m A 決勝、29名の大きな集団、まずは先頭赤いユニフォーム京セラのアグネス・ムカリ、そして2番目にスターツのバンブイです。 A 決勝2番目の記録を持っています。 800m を通過していきました。そして15番のエディオンの水本佳奈が前から3人目、今日本勢のトップに上がってきています。水本佳奈は U20 20歳以下のアジア選手権でも優勝 している選手、第2集団の今先頭水本佳奈が引っ張っている状況です。先頭は5人ということになりました。京セラのアグネス・ムカリス、そしてスターツのワンブイ、そこにもう1人選手がいて、樺沢和佳奈と川村楓です。最初の 1000m は2分59秒22、3分切るペースでまずはこの 1000m 通過をしていきました。そして第2集団が現在24名ということになります。第2集団が少し縦長の展開になりました。先頭はこの5人、アグネス・ムカリが最初からリードしている状況です。そしてスターツのバンブイ、樺沢和佳奈もついていっています。そして3位はマッカン・ジョリー、アイルランドの選手です。マッカン・ジョリー、アイルランドの選手が今前から3人目、樺沢、そして川村楓が今前から2番目、そしてこちらが水本佳奈です。エリオン、まだ非常に若い選手でして、20歳以下のアジア選手権では2023年 3000m で優勝の経験があります。入社2年目の選手です。そして今7番の西村霞の姿もありました。アグレス・ムカリとワンブイのこの距離、両者の距離というのが少し離れているようにも見えます。足の回転衰えることはありません。腕をこうコンパクトに振りながら、黒い帽子をかぶっているのがアグレス・ムカリです。倉敷高校出身、京セラ入社4年目になりました。昨年のクイーンズ駅伝では4区で区間新記録を出しました。区間賞を狙うと話して、その目標達成有言実行した選手、アグレス・ムカリです。
今年度の目標は 5000m で14分45秒を出すこと、自己ベストは14分51秒ですので、それを更新していきたいという話もしていたのが先頭を引っ張っているアグネス・ムカリ、そしてスターツのワンブイ、そしてアイルランドのマッカンジョディが前から3人目、少しこの距離も離れてきました。そして日本勢トップ争いというのは樺沢バカナと川村楓です。この海外勢にもついていっています。さあそして 2000m を通過していきました。4分46秒で通過しています。先頭はアグネス・ムカリ、そしてワンブイ、樺沢バカナ、そして岩谷産業の川村楓が樺沢バカナの背中にぴったりとくっついている状況。昨年のクイーンズ駅伝では3区で区間5位という成績を残しています。昨年夏はスピードを磨いて短い距離も入れたという話をしていましたので、この 5000m で最後の最後スパートをかけてくるかどうか、そこも注目です。アグネス・ムカリがここまで距離を離しています。スターツのワンブイが前から2番目、そしてアイルランドのマッカンジョリー前から3人目、そして日本勢トップ争いはおそらくこの樺沢と川村楓、この両者の争いになりそうです。バックストレートに入っていきます。そしてこの先頭集団が少しばらけた状況で、その後方に第2集団が大きな集団となって、24名がこの集団を作っているという状況です。アグネス・ムカリスピードは衰えることはありません。リオオリンピックの 1500m 金メダリストキプエゴン選手のように走ることで有名になりたいんだと、そんな話をしていますが、2024年、さあ 3000m を通過していきました。5分58秒で通過を 2000m を通過しました、失礼しました、 2000m を通過しました。5分58秒で通過をしています。スコアボードをご覧ください。先ほど終了いたしましたグランプリ種目男子 5000m B 決勝のアグネス・ムカリはリオオリンピック 1500m チャンピオン優勝者のキプイエゴンのように走ることでも有名になりたいという、そんな話もしていました。2024年、今年はパリオリンピック、来年は東京の世界陸上が行われるという中で、まずは2024年最初の序盤のシーズンで小田記念でその実力を見せています。そして樺沢バカナ、そして川村楓、岩谷産業です。この両者の距離もずっと見ていても変わることはありません。樺沢バカナがどこでスパートを仕掛けてくるか、この2人の両者の自己ベストを比べてみても、樺沢バカナが15分18秒、川村楓が15分46秒27ということで、自己ベストを見る限り樺沢が大きく上回っている状況です。日本勢トップは樺沢です。 2400m をこれから通過していきます。アグネス・ムカリです。ここまで離しました。この1周2400m 7分11秒06で通過をしていきます。そしてその後方24名の第2集団、水本香奈が少し一人で抜け出すような形になりました。先頭集団川村楓、樺沢の背中になんとか食らいつこうと腕を大きく振っている状況でした。エディオンの水本香奈が今単独で前から1、2、3、4、5、6位です。3、4コーナーの中間あたり走っているのがエディオンの水本香奈です。入社2年目の選手、昨年の全国都道府県駅伝でも1区で区間4位という成績を残している非常に力のあるランナーです。先頭からはスターツのバンブイが少し遅れるような形になりました。そしてアイルランドのマッカンジョディ、樺沢、川村楓、樺沢の表情がまだまだ余裕がありそうですが、川村が少し表情変わってきたか。今シーズンは15分51秒54というタイムを記録しているのが川村楓です。2800m を通過していきます。樺沢バカナは今シーズン15分22秒404というタイム、シーズンベストでは今シーズン一番の記録を持っています。その他にも大学生で言いますと、A 出場の中では大学生選手の中では最速タイムを持っている日本体育大学の山崎理沙、こういった選手も出場しています。あとは名城大学の谷本七瀬も出場しています。名城大学のキャプテンです。おそらくこの後方第2集団、大きな集団の中に含まれていると思われますが、昨年の日本インカレでは7位入賞、全日本大学女子駅伝では3年連続で区間賞を獲得しているという、この学生の中でもトップランナーが女子 5000m A 決勝にも出場しています。現在全体の2位、ピンクと水色のユニフォームスターツのバンブイが2位です。樺沢バカナが日本勢トップ、川村楓、この両者の距離変わることはありません。
そしてその後方に水本佳奈が単独で現在前から6位を走っているという状況。少しずつこの水本佳奈と日本勢の樺沢、川村との距離も近づいているように見えました。 3200m の通過は9分37秒。 3200m 9分37秒で通過をしています。さあ樺沢が少しマッカンジョディに近づいてきているが、スピードを上げているように見える。両者のこの距離というよりも少し開いてきました。川村がわずかながら少し遅れてきている状況で、樺沢がスピードを上げている。3、4コーナー中間です。アグネス・ムカリが単独、そしてスターツのワンブイ、そしてアイルランドのマッカンジョディ、3000m を先ほど通過しまして、アグネス・ムカリが単独走。樺沢がスピードを上げてきてますか。川村が少し遅れているような状況になりました。そして今一人で水本佳奈が前から6人目、アグネス・ムカリがここまで離しています。先頭まもなく 3600m を、ここで 3600m を通過していきます。10分50秒71で通過をしていきました。 3600m、 3800m、 そしてバックストレートに向かって 4000m 通過になります。周回コースの選手もいるという中で、さあ樺沢かな、川村楓、そしてやはり水本佳奈が少し表情苦しそうですが、6位で現在単独で6位を走っている状況です。大阪府出身、大阪薫英女学院高校入社2年目、全国都道府県駅伝の経験もあるという、さあ水本佳奈が今3コーナーに入ったところ、さあそして樺沢とマッカンジョディ2人が川村を離すような形になりました。そしてスターツのバンブイとの距離も近づいている。3800m を通過しました。そしてバックストレート入ったところで 4000m 通過です。アグネス・ムカリはもう 200m 以上離しているような状況になっています。4000m12 分4秒17で通過をしていきました。4000m12 分4秒17で通過をしていきます。このままいけば15分前後のタイムが出るということになりますが、さあこのスターツのワンブイ、そしてアイルランドのジョディ、樺沢、この3人の距離が近づいてきました。そして水本もここまで上がってきています。水本と川村の距離が近づいてきました。2位争いが大接戦です。樺沢がしっかりついていっていますが、ここで抜かした。ジョディが、あー、ただワンブイも譲りません。ワンブイがインコースから譲らない。少しジョディが下がるような形になりました。そして樺沢が現在日本勢トップ。先頭はワンブイ、アグネス・ムカリはおそらくもうバックストレートの3コーナーあたりにいるという状況で、2位争いが激しくなってきました。まだ樺沢はジョディの背中にくっついています。食らいついている状況で、少し前傾姿勢になったのがワンブイ。スピードを上げたか。 4400m は13分18秒、まもなく 4400m に向かっていきます。ワンブイは自己ベスト15分17秒75というタイムを持っている選手です。アグネス・ムカリはここにいました。単独も 200m 以上は離しているかもしれません。黒い帽子に赤いユニフォーム、少し表情も苦しくなってきました。さあ残り1周です。残り1周13分55秒60で残り1周になりました。ラストラップは13分55秒で通過です。そしてこの2位争い大接戦、樺沢が上がった。スターツのワンブイ、その背中に食らいついています。
そしてアイルランドのマッカンジョリーが遅れて現在第4位、その後方におそらく川村楓がいるという状況、ただ水本から持ってきていましたので、まだこの日本勢の2位3位争いというのは分かりません。さあ樺沢上がった、2位に上がりました。スターツの 1V を置き去りにして、ここでスパート、バックストレートからさバックストレートに入ったところでスパートをかけていきました。ラストスパート、ただ 1V 回ってくる、この2位争いが大接戦。さあそしてまずは女子 5000m A 決勝、アグネス・ムカリ、京セラ、最初から先頭集団を引っ張るような形でシーズンベスト更新です。15分4秒72でのフィニッシュになりました。自己ベスト、シーズンベストを15秒ほど更新して、さあこの2位争いですが、樺沢が大きな腕振り、スターツのワンバイを抑えて全体の2位に入りました。このラストスパート、樺沢かな、2位での今フィニッシュになりました。スターツのワンブイのこの2位争い、そしてアイルランドのマッカンジョリーもフィニッシュをして、そして川村楓も今フィニッシュをしました。日本人トップに輝きました樺沢若菜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。日本人トップということで、最後ラストスパートすごかったと思うんですけど、レース振り返っていかがですか？目標としていたタイムには届かなかったんですけれども、目標としていた順位には届いたので、とりあえず安心しています。トラックシーズンが本格的に始まりますが、今シーズンの目標をお願いいたします。はい、5000m でパリオリンピックに出場することです。パリオリンピック出場できたらどんな戦いをしたいですか？今の自分の全てを出し切って、自分の力を知りたいというか試したいと思います。ありがとうございます。日本人トップの樺沢若菜選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。